大家好，我是夏夏悠悠，新年快乐！大家好，我是夏夏悠悠，新年快乐！2024年は何がありますか？まだ言えないんですけど、覚えていることはありますので楽しみにしていてください。私の愛犬を描いたミミとクーとマロっていう3匹のワンちゃんを描いたんですけど、それが一番私の大事な子供たちなので大好きな絵になりました。愛犬たちとはお家でダラダラすることが多いんですけど、私が寝るときに1匹だけ選抜して一緒に寝るのが私の楽しみです。あとチャリティーをなぜしようと思ったかというと、こちらの絵に関しては私の本当にただただ気持ちを込めて描いた絵なので、ぜひチャリティーとして受け取っていただいたら嬉しいなと思いまして、今回台湾の方にぜひぜひチャリティーとして受け取っていただきたいと思います。他说他平常跟狗狗就其实因为他的身份大家也知道，所以通常都是在家里比较多，那他就是会在家里跟狗狗们玩耍。但是他有个特别的地方，就是他每一天晚上都会选一只狗狗可以跟他一起睡觉。对对对，所以这是他每天对跟狗狗之间互动最有趣的一个地方。那还有就是为什么他这次会参加公益，是因为他希望就是他画的画能够在台湾做一些贡献，或者是可以回馈给台湾的粉丝们这样子。对，是就是佩佳瑞亚小姐预计要在台北停留几天，那有想要到哪里逛逛啊，或吃什么美食之类的，就是讲一下工作行程跟四角什么样的行程。今回のお仕事を多分それで台湾に来てると思うんですけど、あと何日ぐらい滞在されて、あと何をしたいのかちょっと聞かせてほしいです。今回は他にも撮影のお仕事があって、30日までいる予定です。今回やりたいことは美味しい食べ物を食べることと、あと少し観光もしたいなと思っているので、いつもお仕事であまり観光する時間がないので、今回は観光したいなと思っています。他说这次的话，因为就是还有其他的工作，还有另外还有摄影的工作，所以会待到30号。对，那这一次主要是算是工作来，但他每次都很匆忙的来，所以他这次希望来台湾的目的是除了吃台湾的美食以外，还有就是他想要去一点点地方的观光。对。